おはようございます、お兄さん。おはよう。こら、遅いぞ。自分家の前で待ち合わせだっていうのに遅刻するやつがいるか、普通。まったく、もうサラちゃん、待ち合わせの時間からまだ5分も過ぎてないよ。そうか。でもたとえ5分でも掃除を待たせるなんて。きっとサラちゃんもお兄さんが来るのが待ち遠しくて、時間が早く過ぎたように感じちゃったのかも。バカ、何を言うんだ掃除。大切なデートなんだから当然だろ。はーい。あ、そうだ、お兄さん、あの手をつないでもいいですか？え？掃除に何かされても困るからな。だからこっちの手は掴んでいってやる。これなら掃除も安心だし。
サラちゃんたら。でも今日は本当に嬉しいな。こうやってお兄さんとお出かけできるなんて。私は宗女が行くから付き添っているだけだからな。サラちゃんだって本当は宗女。私のことはどうでもいいんだ。でもサラちゃんのこともお兄さんにもっともっと知ってほしいから。ほら、そろそろ水族館に行こう。私もサラちゃんも水族館大好きだから、今日は本当に楽しみ。そうなんです、特にサラちゃんは小さな時から本当に水族館が大好きで。私もサラちゃんもイルカが大好きです。私はそれほど好きってわけじゃ。確かに嫌いじゃないけど。あ、本当だ。行きましょう、お兄さん。この水族館に来るのは初めてなんですか？おい、ちょっと。ちゃんと掃除をエスコートするんだぞ。そうか、ならいいんだ。あ、お兄さん、こっちこっち。順路はこっちですよ。ほら、サラちゃんも。おいおい、本当に大丈夫か？あ、かわいい。あ、お兄さん、上、ふわふわしてて気持ちよさそう。あ、お兄さん、あれ見て見て。うん、ほら、向こうで餌付けしてるから、それに寄ってきたんですね。ああ、マンボウだ。海面に浮かんで昼寝してる時もあるって。実際には日光浴らしいけど。顔も似てるんじゃないか？冗談だよ。そろそろイルカのプールだな。ほら、さっさと行くぞ。こっちがイルカのプールですよ。お、こっちに来たぞ。あ、イルカさん、こっちこっち。寄ってきた。こいつ、宗女に挨拶してるみたいだな。屋上でペンギンのショーをやってるみたい。そうだな、宗女も歩き詰めで疲れたろう。ううん、全然。お兄さんと一緒だと楽しくって全然疲れないの。
お魚のぬいぐるみとかも売ってる。ほら、マンボウも。大事にする。ありがとう。ねえねえ、サラちゃん、キーホルダー一緒にカバンにつけよう。そんな恥ずかしいこと。へえ、学校のみんなもカバンにいろいろつけてるから恥ずかしくないよ。うん、少女がそうしたいなら私もつけるよ。よかった。そうしたらお兄さんともお揃いだね。はい。ああ。まあまあの内容だったな。はい。あ、あ、いや、これはそのたまたまだよ。たまたま。この前は掃除が心配だからついていっただけだ。自然のイルカ見たい。海、イルカ。お兄さん、サラちゃん本気ですよ。本気のサラちゃんを止められる人はいません。観念してください。え、お兄さん。あ、おい、逃げるのか。私のこと騙したのか。許さない。仲良くなれたよね。出会ってからだいぶ日にちも経ったし。うん、そうだな。ソウジュの心が通じない相手なんかいるわけないよ。でもソウジュよりもサラちゃんの方が好かれてるような気がするけど。何言ってるんだ。もっと自信を持たなくちゃ。ソウジュは世界で一番可愛いし優しいんだから。ありがとう、サラちゃん。それで、差し当たっての問題はお風呂かなと思うんだけど。そうね、綺麗にしてあげなくちゃ。一緒にお風呂に入って体中洗ってあげて。ダメダメ、一緒に入るのはダメ。そんなの汚いよ。掃除はちょっと構えすぎだよ。どっちが主人なのか
ちゃんと教えないと。あら、お兄さん、こんにちは。なんかおどおどしてるな。お前、何かしたのか？まさか、掃除を悲しませるような。なんだ、そんなことか。遠慮しないでいいのに。そうですよ、お兄さん。そんな時は、すぐに声をかけてください。うちで飼ってる動物の話をしてたんだ。ペットとは、小さい時から育ててたんですけど、すっかり大きくなっちゃって。ジャンクション！すごい！大当たり！正解です！へえ、よくわかったな。そうだ、お兄さん、ソウジたちのお家に馬を見に来ませんか？馬たちも喜びますし。こいつが来てもあの子たちは喜ばないさ。きっとあの子たちも喜ぶと思うわ。まあ掃除が誘ってるんだから来ればいいだろう。嬉しい。それじゃあお兄さん、待ってますね。はい、じゃあ今日はここまで。みんな気をつけて帰ってね。悪いんですけど、今日はちょっと急ぐの。はい、今日はちょっと用事があるんです。そうなの。だから急いで帰らないと。はい、また明日。掃除たちのお家は亀響坂の頂上のところにあります。じゃあ探してみるといい。ほら、ソウジュ、動いちゃダメだってば。だってサラちゃん、くすぐったいんだもん。あ、ごめん。これなら大丈夫？うん、大丈夫。気持ちいいよ。そうか。誰か来たの？あ、お兄さん。お前どうしてここに？偶然見つけたのか？この場所を。すごいすごい。お兄さん、すごいです。この場所を見つけちゃうなんて。なんて運のいい。でも、まさかお前が私たちの家を見つけ出すとは。しかもこの場所を。サラちゃん、だから言ったでしょ。お兄さんならわかるって。ソウジュ、でもこの場所は。だからお兄さんが運命の。いえ、なんでもないんです。さ、お兄さん、こちらへどうぞ。掃除。しょうがないか。偶然とはいえ、ここに来られたんだから。まだ秘密です。さ、お話ししましょう。
んと一緒だと楽しくて時間が早く過ぎちゃう。おい、お前そろそろ帰った方がいいぞ。ここは暗くなると必ず迷うから。それじゃあ絶対に迷うぞ。まあいい、わかりやすいところまで案内してやる。お兄さん、サラちゃんに案内してもらわないと本当に迷子になりますよ。離れないでついてこいよ。ほら、ここからならわかるだろ。まっすぐ歩けば金響き坂だ。大丈夫ですよ、お兄さんは運命の。操縦ダメだよ。まだ決まったわけじゃ。今日のことは偶然だよ。偶然に決まってる。そうね、もう一度お兄さんに来てもらえばサラちゃんも分かってくれるよね。本当にもう一度来ることができたかな。ごめんなさいお兄さん、まだ言えないんです。でももう一度来てくれたら。はい、また来てくださいね。来られるようならな。お兄ちゃん、おかえりなさい。おかえりなさい。今日は遅かったのね。デートでもしてたの？あら、図星？隅に置けないわね。お兄ちゃんデートしてたの？デートは奈良たちとしなくちゃダメなんだよ。あら、どこで道に迷ったの？ああ、あそこ。あの辺りはもともと高級別荘地だから標識もほとんどないし、タクシーの運転手さんも迷うみたいね。でもあの坂の頂上からの見晴らしは最高よ。夜景も綺麗だし。お兄ちゃん、ララ、綺麗な夜景を一緒に見たいな。ルーも見たい。やったー！よかったわね。さ、それじゃあ晩ご飯にしましょう。